橋渡りますよ。動物獣医の看板かな、うん、ヤシガニやったの。マジで？ヤシガニが出てくるの？知らんけど、うん、北海道はクマや。クマだな。ヤシガニだったよ今。今日も伊良部島が霞んでいる。またまたやってきました。守くんの弟の浩二くんです。なんか一段と顔がな、うん、凛々しい緑色やったな。あ、そう。バス用の駐車場がある、うん、なんかね、波がすごいの今日ね、うん、うちの浜すんげー波です。あ、でもさ、なんかあそこまでこう浅いっていうのがすごくわかるよ。そうだな、うん、ちょっと今日はすごいです。すごいです。波が戸口の浜すっげー波でした。あ、目印は守くんです。ほら、ちょっと緑あるか。顔色悪い。顔色、うちだと悪い。そうな。ぐるっと一周できなくなって、どこまで車で行けるのかな。昨日行ったところよりも近かったらいいのにな。いいのにな、遠かったら。げっそりやな。げっそりですよ。げっそりやな。げっそりですよ。あの辺がデッドエンドですね。ねえ、そろそろあそこに車が止まってるので、うん、そろそろこの辺りで通行止めです。遠いです。みんな止まってるね。うん。
こんな感じでみんな路中していきます。今から通り池に行きます。通り池って何？二つつながってる池。海とつながってるんだよ。通り池にやってきました。ここがなんかすごいねえ、本当だな。わ、涼しいよ、ここなんか。ここいいトンネルだな。ねえ、うん、涼しいです。いい感じ。わ、波の音が聞こえる。駐車場から5分ぐらいかな、歩いて5分ぐらいかな。3分ぐらいかな、うん、うん。正面海です。荒れております。すごい大荒れです。海が大荒れです。宮古島に来て今日が一番荒れている。荒れてるな。でもワンセブンエンドで泳いだよ。泳いだの、あれ泳いだっていう。泳いだね。使ったぐらいでな。ほらここで待ってる。だここにおったらいいじゃん。うん、ここでいいよ。ここでいいんじゃない？これ。下地スーパー行こう。下地スーパーの場所がわからないね。あ、そっか。待って。ザワワ。ザワワ。ここから、あ、伊良部橋って書いてあるよ、これ。本当だ。ちっちゃ。ちっちゃいな。ちっちゃいな。伊良部大橋と比べてちっちゃいな。伊良部橋。また海か、これ。海じゃない、川。綺麗だ、これ。カヤックできるじゃん。これなんだろう。でっかいね。なんか文化財って書いてある。ここ井戸だね。ここ激安。これだ、下地スーパー。本当？大丈夫かい？大丈夫。大丈夫？大丈夫。あ、ほらほらほら。宮古島産黒糖使用手作りアイスクリーム。そう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 。ここでしか売っていない限定品。それを買いたいわけさ。どこにあったの？ここ。どれ？これ。
あ、これ買いましょう。これです。手作りなんでちょっと垂れてますか？垂れてますね。まあいいかも。大丈夫ですか？はい、はい、じゃあこれを買います。はい。なんか黒糖はいっぱいやな。うん、いいか、アイスクリームだけで。見て見て見て、ほら、本当だ。マルコちゃんは？マルコちゃんはいないね。いないの？うん。いらっしゃいませ。めっちゃ黒糖。黒糖？いいじゃん。めっちゃ黒糖。あのナチグロみたいな味がする。ナチグロな。めっちゃ黒糖言われてもちょっとあまり伝わらない。ナチグロは分かりやすいな。ナチグロですね。すごい、あのこれめちゃなナチグロです。めちゃナチグロやな。そっか、これ好みの問題がありますよ。黒糖は粉だよ。おいしい。4、どうでしたか、黒糖アイスは。素朴なナチグロの味でしたね。うん、中にイートインスペースがありますよ。下地スーパー S&S です。それいや書いてある。S&S。 本当だよ。嘘じゃないかな。 S&S。 ほら、うわすごい、いい感じ。すごい綺麗やでこれ。うん、この橋の長さはもう覚えましたか？ 3540m。 覚えましたね。全然変わってない。うーわ、これはすごいな。